みんな目が覚めたでござるか。モナ殿から重要な話があるようでござる。夕夜浄土への君臨を果たした後の夜明けは実に胸がすくものね。お嬢様はすでに次の挑戦への準備を整えたとおっしゃっています。オイラたちもぐっすり眠れたぜ。はい、では単刀直入に言いましょう。先ほど水浦の番で見たのですが、新たな元凶があちらの島で形を成したようです。それに私の勘が間違っていなければ、あれは私と関係あるのかもしれません。今回はモナか。これまでの元凶もモナは付き合ってくれたし、今度はあたいたちが一緒に行く番だな。何も面白いものはないですよ。メギストス卿、恥ずかしいのでしょうか。いえ、そんな、あまりにも貧相な元凶を見せてしまったら偏見を抱かれるのではないかとか、そんなことは全く心配していませんので。全て言ってしまっているでござるな。一般的に先生術師はとても超越した存在だと思われがちですが、もしも私の元凶がそれと違っていたらと思うと心配で。そんな愚昧な期待私はしていないわ。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃないけど、モナは元から親切で優しいからな。取り繕う必要なんてないと思うぜ。平常心を保てる者は元凶においても親しみ深さが垣間見える。それは良いことでござろう。そうだぞ。それにモナの元凶に行くのだってただの観光ってわけじゃないだろう。他に目的があるんだよな。そうですか、ならいいでしょう。過度な期待がなければ私も緊張はしません。それでは出発しましょう。水浦の番によるとすでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか。見たところ池みたいだな。もしかして泳いでいかなきゃいけないのか。おう、まさか私たちの中に泳げない人なんていませんよね。問題はそこではないと思うが。怖いのですか。いいでしょう、ならば私が先頭を行きます。始まった。泳ぎへの自信による自慢が始まったわ。お嬢様、言葉遣いにはご注意を。先に行っていますよ。あ、モナが池の中に飛び込んだぞ。オイラたちも後に続こうぜ。とも壮観な建物でござる。うわあ、あたいこんなの見たこともないぜ。おいモナ、あんたの元凶すごすぎだろ。夕夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ、メギスタス卿。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなくてよかった。これで面目は保たれました。天才先生術師の元凶はもちろん壮大なものでなくてはなりませんからね。では早速少し探索してみましょう。
に星が。行っちゃった。オイラたちも追いかけようぜ。この中に入ってった。かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の一人。人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか。私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メギストス教、これは何とも痛ましい。う、そう慰めないでください。とても恥ずかしいので。こういう時は何も言わない方がいいんだぜ。そうだ、ハグでも押してやろうか。いりません。先ほどのは以前の私が感じていたことです。あの時の私はまだ先生術に触れて間もない頃でした。経験を積んだ今はもう素人の意見に心が揺れ動くことはありません。宮廷大魔道士であるメギストス教にも低迷していた頃があったなんて本当に意外だわ。他者に誤解を抱かれる生活はきっと大変だったであろう。心を晴らすことができて本当に良かったでござるな。実はこういうことに耐えられず、しぶしぶ先生術を諦める人もいるんです。でも私は天才ですから、他の人ができないことだってできます。こんな壮大で綺麗な場所でそういうこと言うと、なんか余計に迫力があるな。うんうん、いいですね。もっと褒めてください。その水を差すようで申し訳ないのですが、どうやらあそこに扉があるようでございます。ではここ一帯の問題を解決した後、また私を褒めたたえる機会を与えましょう。
周りの様子が変わった。これは拙者たちが出発する前の浜辺ではないでござるな。どうやらモンドの産地のようですね。まさか私たちはモンドへ送り返されたのでしょうか。でも周りは変わらず果てしない海のままだわ。先ほどのように入れる池があたりにあるはずです。こっちだ。おや、直接入ることができないようですね。水面に何か浮かんできたぞ。これって絵か、それとも。とある地点を指しているようでござるな。私に皆をそこへ導かせようとしているのね。どうしてあなたが先頭を。まあいいです、誰でも構いません。とりあえずこの場所を探し出しましょう。Astrology reveals the truth unreservedly, but not everyone is willing. Thank you.
生術は真実を顕現させることができる。しかし誰もが自分の運命を受け入れられるわけではありません。ですが構いません。壁に当たることも先生術の修行の一環です。彼らを説得するには私が強くなるほかないのでしょう。山で知らない冒険者に会いました。彼は私と同じように果実を取りに来た人で、私にも分けてくれました。そのお礼として彼の要求に応え占いをしてあげたのです。結果はおぞましいものでした。一刻も早く冒険をやめなければ。彼は黙っていました。意外なことに彼が私の占いを疑うことはありませんでしたが、とても困っている様子でした。それでも前に進まなくてはならない。冒険者が困難を恐れてはならないんだ。そう言って彼は再び登山用リュックを背負い山頂を目指したのです。ですがこのことは終始私の心に残っており、拭い去ることが。うわ、また出てきたぞ。モナ、その冒険者は本当に死んじまったのか？私は彼に一度しか会っていません。あれからもう3年余り過ぎているので、もうこの世にはいないでしょう。でもその人がまだ生きていてお前の勘違いだったって可能性はないのか？悪いことになると全否定し、いいことになると信じて疑わない。そんなのは占いではなく、ただの自己満足と言った方が正しいでしょう。日々の娯楽であればいいのですが、私が学んでいるのは嘘偽りのない学問。自らが導き出した結論を否定することは先生術を冒涜するのと同じです。残酷だが真実でもある。運命とは確かにかようなものでござる。普段ならこんなことは言いませんが、せっかくの機会ですし、やはり皆さんには分かってもらいたいことがあります。先生術をそこらの屋台にあるくじ引きと同じように扱わないでください。私たちが研究しているのは清少であって、決して誰かにお世辞を言って喜んでもらうためのものではありません。もうだから先生術師は嫌われやすい職業だと言ったのです。偉大さと嫌われやすさは本来全く両立しないもののはずなのに。なぜそうも騒ぎ立てる？あなたはそれほどまでに交友に値しないものではなかったはずよ。お嬢様は友達になれてとても嬉しいとおっしゃっています。違うわ、そんなこと言ってないでしょ。オズ、あなたどういうこと？ますます私の趣旨を曲解するのが好きになってきたようね。おやおや、どうしてでしょう。もしかするとお嬢様がお友達の恨みを買ってしまうのを心配して、なるべく取り繕うようにしているのかもしれませんね。あたいも別に見識が広いわけじゃないから、先生術師はあんたくらいしか知らないけど、でもあんたの印象は悪くないぜ。全く嫌な感じはしねえ。人の秘密を軽々しく詮索したり、気に入らない結果を適当に捨てたりする人こそ反省する必要があると思う。運命はそんなに安っぽいもんじゃねえだろうしな。もしも運命が二言三言で回避できるようなものであれば、この世に別離の苦など存在せぬ。モナ殿、気にすることはないでござるよ。己が本心に従い、正しきことを永遠に忘れない。それだけで十分でござる。ご本、そんなに私のことを心配せずとも大丈夫です。褒めで結構打たれ強いので。わかりました。じゃあありがとうございます。聞こえないわ。もっと大きな声で、この私に
あなたの崇敬と祝福を献上なさい。まあまあそんなこと言ってないで、殿下は池に映し出された新しい地点に行って他のかけらを回収した方がいいんじゃないか。あれがないとあたいたち元凶に入れないだろう。お嬢様の鋭い眼差しだけが秘密を暴くことができるのです。そこまで言うなら仕方ないわね。私は浜辺に行くとするわ。行くぞモナ。はい、すぐ行きます。またここに戻ってきたわね。まだ物語は続いてるみたいだ。探検を続けようぜ。でもいいのよ。でもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。この世を渡り歩くには、より多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。急がなくてもいいのよ。
これは。またモンドの家屋でござるか。どうして私の家が。家？これはあなたの家なの？おや、これはまた意外ですね。メギストス卿はかなり質素な生活を送ってきたと聞いていましたが、この邸宅は。床に置かれた本にラベルが貼ってあるぞ。希少品たった99万モラ。そんなに高いのかよ。こっちにも見るからに高そうな醸成本がたくさんあるぜ。これが先生術師の部屋なのか。部屋のしつらえも実によくできている。決して安くはないでござるな。私は時折手元に現金がないだけで、本当に貧乏というわけではありませんよ。そうだったの？あなたにご飯をおごったり、私の家に招いてご馳走したりしたのに。お嬢様、お言葉が。何時は聖なる恵みを受け、私と共に雄野浄土の城へ行き、断罪の皇帝と皇后に謁見したではないか。かように重大なことを忘れるとは何事か。ああそうでした。お母様の作ってくださったシチューとコールドカット、とても美味しかったです。はあ、また食べたくなってきました。メギストス卿、今はそんなことを言っている場合ではありません。モンドの料理か。あたいも食べてみたいぜ。聞いた話によると、モンドには美食がたくさんあるんだろ。特に肉料理が。ふふ。ならば何時らにも。ええよ、あたいよ。今度、私に同行して、皇帝と皇后に謁見してもいいわよ。いいのか？おい、オイラたちも行こうぜ。そういえば、拙者も友人の家へ行くのは久方ぶりでござる。ここはご好意に甘えさせていただくとしよう。ふむ、手土産などを用意した方が良いだろうか。あのお二方は気さくで親切ですので、そういうことはお気になさいません。どうぞお構いなく。もし行くのでしたら、絶対にあのコールドカットを食べてみてください。得意料理だそうで、とても美味しいですよ。それよりも、今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は部屋に入ってからあの置物が気になっていたのですが。ああそうでしたね。先生術師は最も奥深き清書を見抜くことができる。故に傲慢は許されない。もしもこの学問によって自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば、逆に星に見放されることになる。昔の私はなんて盲目だったのでしょう。迷うべきじゃないよ。お前が迷ってしまえば、たとえ先生術でもお前を救えはしないのだから。おばばはそう言っていました。私たち先生術師は、人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても、彼らは砲を上げ出航する。
変えることも逆らうこともできない。だからこそ運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り、天地の秘密を覗く。傍観だけで十分、何かを変える必要はありません。この世には完璧な伝説も、全てのものを救えるヒーローもいません。私がすべきことは自らの運命をつかむこと。なんて輝かしい景色なの。さすがは天才先生術師といったところでしょうか、メギストス卿。雄夜浄土の勇士以来、あなたは最も優秀な大魔導士です。ございます。ですが、雄夜浄土の歴史は悪くないのでは。星は宝石のごとく、月は真珠のごとし。これは拙者が見てきた中で最も壮大な星空でござる。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんて、モナの心にはきっと果てしなく広い星の海があるんだろうな。うん、これこそきっと私たちが望んでいるものなんだと思います。この星空はとても美しい。それどころか、私が普段占いで見る景象よりも華やかです。この中の全ての星が正しい位置にある。これは間違いなく私の元凶であり、ここでのみこのような奇観を見ることができます。奇観？どういうことだ？知っていますか、テイワットの星空はまるでこの世の全ての答えを隠しているかのように霊妙なものなんですよ。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るのだろうか。どのようなことであろうと、すべてあなたの星屑の奇跡に記録される。しかし、世界中の人々のうち、かなりの割合の方が軌道から逸れてしまうのです。あなたを表す星が軌道上にあれば、それはあなたが健康や幸福、安寧を得ることを意味します。逆に、あなたの星が軌道から逸れていたら、すべてが良くない方に傾くということ。ですので、占いの結果にある星空は、決してこのようなものではありません。星たちは、時に迷子になり、時に堕落する。私は皆さんが幸福を得られることを、そして、すべての方が軌道上にいられることを願っています。そのために、私はアドバイスをして、真実を伝えるのです。これらが無駄なのは知っています。人の運命は夜空に権限する。私もただその中の一つに過ぎず、何も変えることはできません。それでも、占星術以外に、真実の言葉を示すこと以外において、私はまだ、非現実的な幻想を抱いているのです。人はいつも真実の道の上を生きなければなりません。しかし、身の程知らずだとしても、それでも私は奇跡を期待しています。この広大な星の海には、あなたと、私と、彼と、すべての人の星があります。星と星は、一体どれほどの偶然があれば巡り合えるのでしょう。これらの巡り合いは、運命の中で最も美しい奇跡なのでしょうか。私にはわかりません。でも、テイワットの星空には常にあなたと私の居場所があります。たとえ占星術が絶対的な理性だとしても、運命は無常で、残酷で、ロマンあるものなんです。うん。
私は、私の星の中に何が隠されているのか分かった気がします。今から私は自分で自分の運命をつかみます。水晶でできた透明な小鳥、綺麗で儚く心を動かす歌を歌う。しかし凡人たちにはそれが見えず欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに光に従って夜を越え星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ愚昧にとらわれる鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして人々に運命を見せるよう導くことこそ鳥の意義なのだ。ここに戻ってきたってことはもう完全に元凶を離れたのか？おかしいですね。私の元凶にはファデュや装置の手がかりがありませんでした。まさか彼らとは無関係なのでしょうか？それとも私たちに関係するこれらの元凶は過程ではなく結果だった？どういう意味だ？つまりこれらの元凶は謎を解決する手がかりに導いてくれる存在ではなく単なる結果だったのです。誰かが何かをやって
これらの元凶が誕生した。ただの副産物ですので、当然ながら私たちに何かを示すことはできません。言い換えれば、これらの元凶はあたいたち自身にしか関係ないってことだな。純粋なる自我の結晶。はあ、皆の者、このことについては原点に戻った方が良さそうでござるな。初めて島に上陸したあの日、拙者は旅人と共にファデュイの拠点を調べた。拙者たちと交渉した研究員が言うには、あの装置は彼らファデュイによる発明品。それだけでなく、拙者たちの邪魔は決してしないという約束までしてくれたでござる。あ、そうそう、あの帽子をかぶった太っちょのやつ、なんか眠たそうでわけのわからないこと言ってた。もしかすると、精神の乱れと元凶の創造は装置によってもたらされた。そしてそれらすべてはあの破損した装置と関係がある。しかし二つの違いを生むのは装置ではなく、影響を受けた者たちだった。あ、確かに夢と幻覚は区別がつきにくいものです。私たちと彼らに違う点があるから、受けた影響の結果も違った。そう言いたいのですか？いかにも。ここ数日の観察からして、拙者たちとあの者らの違いは、拙者たちの方がより強固な意志を持っている点でござろう。うん、ありえるな。意志の固い人は狂気に陥ることがないから、ただ元凶を生むだけ。その反対で打たれ弱い人はああいった安定した元凶を残すことができない。つまりオイラたちは今すぐファデュイの拠点に戻って、あの装置を破壊しなきゃいけないってことか？いえ、破壊ではなく修復ね。お嬢様はむやみに未知の装置を壊すと深刻な事態を引き起こすかもしれないので、まずは修復を試みた方がいいとおっしゃっています。うむ、慎重に越したことはないでござる。私の予想が正しければ、あの装置は人の脳に影響を与える可能性があります。用心して対処しましょう。よし、善は急げだ。今すぐ行こうぜ。ところって何のことだ？奇跡を想像する機会に。どうやら宝とはあの装置のことを指しているようですね。酔いつぶれているようね。このお酒の匂い。お嬢様、私の翼で風を送らせていただきます。あ、私にもお願いします。もちろんでございます。皆の者、近くを見てきたが他に人はいなかったでござる。妙ではござらぬか。ファデュイは組織であるのに、ここにはこの者しか残っていない。それにこの前のふくよかな男もいなくなっている。その理由は目の前にいるこの者に聞くしかないでござろう。でも酔いつぶれてるみたいだぞ。こいつの酔いが覚めるのを待たなきゃいけないのか？懲罰の聖戦をおろさん。お嬢様は水をかけてはどうかとおっしゃっています。いいな、それやってみようぜ。あ、目を覚ましたぞ。あ
あなた、ファデュイですよね。ここで何が起きたのか。ファデュイ。愚かで無知なる幹部どもよ、無理やり無人島へ来させ実験を。だから、なんで泣いてるんだよ。一体どんな目にあったんだ。俺と、俺が発明した宝を愚弄した。あいつらは、あいつらは俺の発明があってこそ世界を征服することができるのに。愚かなバカどもが。ぶたないでくれ。もうダメだ、精神がぐちゃぐちゃで。まっ、初日に会った時はこのような様子ではなかった。俺のレポート?怒鳴らないでくれ、怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめちゃダメだ。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポートをどこに隠したのか。怖い、報告を無理やり書かせないでくれ。おいおい、完全に想像の世界。拙者が参ろう。失礼。ふっ、尻が痛い。ああ、でもそれをどこに置いたか。レポート、レポート。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で直接ロックを奏でるところだったぜ。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるようでござる。おめでとうございます。問題を解く鍵を見つけましたね。どれどれ。やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間の脳に影響を与えられるようです。レポートによると、ファデュイ幹部はペルシーコフの研究を支持しておらず、しかしペルシーコフはどうしてもこの装置を実践に投入したかった。そのため彼は人脈を駆使して人手を集め、装置全体を各部品に分けて。よくこの島を見つけたな。やっぱりファデュイの情報網を甘く見ちゃダメだな。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。実験に参加したほとんどがファデュイの下っ端兵士で、その全員がリスク同意書にサインしたとあります。どうやら彼らは本当にこの装置がファデュイに利益をもたらすと思っていたみたいです。装置の原理は。それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。しかしペルシーコフはとある神の権能を模してこの装置を作ったと書いています。つまりその神の権能はこれらの玄武と関係のあるもの。うむ、でなければ彼らに神の権能を真似るなどできまい。とにかくペルシーコフの実験過程は順調ではなかったようです。技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾き飛び、どこかに落ちてしまったようですね。修理がいかに重要な仕事であるかが伺えますね。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったのでしょう。切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。その後ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たち。島に上陸したあの日、
拙者たちが会ったのはこの段階の彼らだったのであろう。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし、兵士たちを洞窟に集めて彼らの目を覚まそうと試みました。ですが効果はなかったようですね。そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。ということはペルシーコフはその日洞窟に全員集めたってことか。そういうことでしょう。最後の数ページに良い知らせと悪い知らせが書いてあります。良い知らせは、ペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的な情報を聞き出し、悪い知らせは、ペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後、彼自身も影響を受け、狂気に。となると、これはまた、私と進化たちに出番が回ってきたようね。レポートに地図が書いてあります。マークされた場所が昇格のありかでしょう。他に方法はないみたいだな。しょっ。それ。全部入れたぞ。多分それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。なんだ、俺たちの拠点に誰かいるぞ。おい、お前たち、何者だ。待て、あの装置を見ろ。治ってる。え？だがペルシーコフさんは、まだ地べたに倒れてるぞ。この装置は、オイラたちが直したんだ。このような邪魔さえ入っていなければ、私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私と進化たちに詫びよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコフさんがまだここにいるんだぞ。助けないと。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。ここを離れようぜ。おう。でも今考えるとあそこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。あそこは雄野浄土兼土道王国大使館といった。言いづらいな。さあ行こうぜ。ついていっぱい食べて、椅子でのんびりして、ようやく落ち着けたぜ。雄野浄土の正体、満足してくれたかしら。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのは、我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく。すごくよかったぜ。あたい、ここが好きだ。ここは永遠なるラ。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたいと。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋は、あ、それから劇を見たかったらウンキンを訪ねるといい。親切な上に面白いやつと友達になりたがるから。ほう、信玄殿が進めるなら。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが。稲妻には焼きスミレウリなる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。稲妻で食べたのでござるか。それは頂上。拙者もお主のようにいろいろなところへ行き友を作ろうと思う。
実に嬉しい言葉でござるな。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶の誕生に時間がかかるように。ええ、その可能性もあると思います。それに私の水占の番が元に戻り使えるようになったので占ってみたところ、占いの結果に理解できないものがあったのです。ある装置によるもの、あるいはペルシーコフによるものでござろうか。すみません、それは私にもわかりません。ただ確かなのは今のところ。はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上、拙者も手伝うでござるよ。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の、おお、なんだ。そっか、金融野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの。遊びに夢中で僕のことなんか忘れちゃってたのかと思ったよ。違うぞ銀融野郎、オイラたち奇妙なことに遭遇したんだ。奇妙な装置、神を模した能力。その言い方、お前も知らなかったってことか。僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀融詩人に過ぎないよ。こいつ。それよりも旅人にパイモン、こん、おお、すっごく楽しかったぞ。美味しいもんをいっぱい食べて不思議な景色もたくさん見れた。旅の意味は心の記録にあるんだ。忘れられない体験を残すことができれば、その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。その点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。帰ったら僕にも海島の美しい元凶のことを聞かせてね。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。それじゃ、君たちの帰りを待ってるよ。元凶野郎が大丈夫って言うんなら、たなんて言ったって、あいつも神だしな。もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし。さっき、フィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して、危害は加えないわ。というより、私はただ偶然、この海域を通った小鳥。たまたま、ここには私と関係する力があった。それが気になって、浜辺に降り立ち、本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と、美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武は、まるで海面上の泡のように、透き通っていて儚い。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だからちょっとした仕掛けを施したの。言ったはず、私に目的はない。私はただの小鳥に過ぎない。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。私の名前は気にしないで。おそらく将来その時が来たら
きっとあなたも私のことを知るはずよ。